前回多項式の、多項式と多項式、単項式と多項式のいわゆる分配法則で括弧を外すっていう話をしました、ただそれをやってるとさ、キリがないんですよね。もう面倒くさくてしょうがない部分があって、例えばさ、こういう子ですね、 A プラス2 A プラス2で、これをこうやっていうね、まあ、これはある A プラス2のもし事情があったら、これをこういうふうにね、バラバラにして分配でやっていくって面倒くさいじゃないですか。面倒くさいって変ですけど大変ですよね。で、数学っていうのはある規則性を、規則性があるならその規則性を見つけてうまくそれを利用しようっていうのがあるんですね、考え方が。で、そこで例えばね、 A プラス B の事情で、今さっき文字入れたじゃないか、数字入れたでしょ、 A プラス2の2入れたでしょ。で、数字を入れちゃうとそれで具体的になってしまって、じゃあこの数字が3になったらどうなの、4になったのって、こう他の数字になった時にそれに対して一般性が持てないので、文字で全て文字で表現して、それでそこからある規則性を見つけていけば一般性があるでしょ。文字だったら後からこの B は2だよとか、 B は3だよとかね、 A は5だよって後から入れ替えすることによって、いわゆる文字を使うことによって一般性が導き出せるんだと。だから公式ってほとんど全て文字で表現されるんですけど、今これね、 A プラス B の事情、今まで現時点の我々の知識としては、これは A プラス B、 A プラス B というこういう知識までしか持ってないわけ。そして次に分配で括弧を外すっていう知識しか我々は持ってないわけなのね。だからそうすると A 事情プラス AB ですよね。で、今度はまあ BA でもいいですよね、 BA プラス B 事情で、文字に慣れてる人はもういいと思うんですけど、昔中学3年生の全く数学やってなかった子は、前も話したかな、中学校1年か中学校2年の期末試験前だからどうなるの、1,2,3,4,5 だから15だから年に5回定期試験があるから10回数学が0点の男の子がいて、で中学3年上がるときにたまたまその子をしてちょっと見てその子のことを知ってたんで、君それじゃちょっと大変だから塾とか行った方がいいよっていうことで、その子は A たす A ができなかったんですね。 A たす A ってだって文字同士なんだから足し算なんかできないだろ。テープさん、アータスアッチがいて私、我々反応できないじゃないですか。そのぐらいに A たす A っていうのはもう A としか、どうしても文字としか思えなかったんで、反応できなかった子がいたんですね。今その子は都内の有名大学の大学院ドクターコースって言ったんですかね。突然こう勉強する気になる。で、何言ったのか、AB と BA 慣れていないとこれって別物に見えちゃうこともあるわけ。だから先ほどはできるだけアルファベット順に並べた方がいいんだけども、別に並べなくても別に問題ないんだ。ただ文字にちょっとまだ不安な子は AB と BA は違うものだと思っちゃう可能性があるから、もし普段から慣れて意識的にアルファベット順に並べようというふうにした方がいいかもしれません。よろしいでしょうか。そうすると、はい、見てください、これとこれ同類項って見えますよね。だから A 事情プラス 2AB プラス B 事情だ。ということは A プラス B の事情はもう文字で表現するんだけども、一般性が常にこの形になる。どういうことかっていうと、頭の事情、次に中の2つをかけて2倍したものが真ん中の項で、最後はこの右側の最後の項がの事情がお尻に来る。先頭の事情が前に来て、次に括弧の中をかけたものの2倍が真ん中の子で、右側の最後の子を事情したものが当然展開した最後の子になるというのが分かるから、例えば x プラス2ってあったらば、最初の頭の事情でしょ、で中をかけて2倍、だから 2x を2倍するから 4x
で最後お尻の事情だからこれ2を事情するから4になるんだと。っていうふうに文字を使うことによってある規則性が読み取れる。でこれを一般性があるわけなんですね。だからその文字っていうのは大変ありがたいんですね。一見抽象的なんですけど、だから今後は何かの事情の時だったらいちいちこう直さなくても、あ、頭の事情、真ん中は中2つをかけて2倍したもので、最後は右側の事情が来るんだって分かっていれば、こういう分配をしなくても一気に解けちゃう。だからこういうの情報の展開公式、まあ一番最初に出てくるやつなんですね。1なんですね。よろしいでしょうか。だから我々が中学校の時なんか職員室に1人ずつ行って、公式をね、何分以内、例えば公式4つの公式を、30秒以内に言えないと何回も職員室で呼び出されるっていう、なんかひたすらやらされましたけど、だからここはだから理屈がね、ちゃんと理由が分かればあとはしなきゃいけないわけですね。ここはね、だからこれは何でも数学は覚えなきゃいけないって言ったらちょっと別のところで、九は覚えないと割り算ができないみたいなもので、でなぜこれをやらせるかっていう話なんですけど、でね、こういうのっていうのを、こういうのね、こういう単純な式、ここで話さない方がいいかな、これをね、これが自由に扱えないと困ることがいくつかあるんですね。これから先皆さんがやるね、二次方程式、二次方程式の時で、二次方程式っていうのをここで話すと長くなっちゃうから、今後ね、全て二次方程式を解くための準備段階とか、割り算やるためには括弧ができなきゃいけないのように、二次方程式を解くためにはこれができないと話にならないんだっていうことなんですね。でそれはもうちょっと因数分解のところまで行ったら、まあより納得できると思うんですけど、というのは今ね、皆さんは割り算をするためには括弧を覚えなきゃいけないんだっていうような感覚で、二次方程式を解くためにはこれが必要なんだ、だからこれを覚えやんなきゃいけないんだと思ってください。よろしいでしょうか。と同様に、本当は公式っていうのは一つの公式でできるだけ使わなきゃ、応用して使い回さなきゃいけないんですけど、まだ皆さんにここでは、中学の数学なので、じゃあここがマイナスの時ね、こういう場合ですね、この時もA マイナス B カッコ A マイナス B、はい、A 次乗マイナス AB をアルファベット順にやっちゃいますね。 AB プラス B、 ここ気をつけてね、マイナスとマイナスからプラス、そうすると A 次乗マイナス 2AB プラス B 次乗、そうするとこれで比較するとプラスの時は全部プラスなんですね。マイナスの時はここだけマイナスになる。だから例えば x マイナス3の事情だったら x 事情かけて2倍 6x、 最後マイナス3の事情するから9になるんですね。本当だったら高校数学の方で話す時はもうこっちはこの公式を利用してこっちの話もするんですけども、ちょっとそれはまだ皆さんにとっては辛いと思いますので、だからプラスの時は全部プラスで、マイナスの時は真ん中の項の符号がマイナスになるんだっていうことだけを意識していただければ、あとはひたすら A マイナス B の事情、 A 事情マイナス 2AB プラス B 事情、プラスだったら A 事情プラス 2AB プラス B 事情パッて言えるように、 X マイナス見たら X 事情マイナス 6X プラス9ってすぐ言えるように、でここはもう理屈抜きなんですね。句を覚えるような感覚でやっていただかないとしょうがないので、よいしょ、というわけでですね、というわけで、はい、8ページの一番上の大きな1、2つの公式ありますね。これをとにかく使えるようにしてください。句のように使えるようにしてください。で、そこで例題1から6までありますよね。ここだけ丁寧にやってみましょう。カッコ X プラス3の事情でしょ。で解説の方ではこれグレーの部分入れてありますけど、ここは頭の中でやるんです。だから皆さんは公式書いておこうか。 A プラス B の事乗イコール A 事乗プラス 2AB プラス B 事乗、
A マイナス B の事乗は A 事乗 2A 事乗ですね。やはりそれを踏まえた上で、はい、カッコ1X プラス3の事乗、はい、頭の事乗 X 事乗かけて2倍、 3X だから数字の方を2倍しちゃえばいいですね。6だから 6X で最後3の10だからプラス9だからこれを使ったわけです ね。2番、 2X プラス1の乗、これでも同じですよ。いいですか。だって 2X っていうのはこれが一つの塊だから 2X を事乗すれば 4X 事乗でしょ。で次に 2X と1をかけて2倍すればいいんだから、から数字だけ 2×1×2 だから4でしょ。だからプラス 4X2X と1かけて2倍すればいいんだから4、最後1の事乗だからプラス1になる。3番、分数が出ても同じです。はい、これ X の事乗でしょ。はい、2分の1数字の方でも2倍しちゃえば分母払って1になるじゃん。それに X かけるから X ですよね。最後2分の1の事乗だから4分の1になる。で4番 X マイナス7の事乗、はい、今度はこっちですね。真ん中の項だけマイナスになるんでしたよね。だから X まず事乗、はい、これ X とマイナ7をかけて2倍するから 14X でしょ。だからマイナス 14X で最後このマイナス7の事乗だから49になるんですね。5番、3x マイナス2の事乗、はい、3x の事乗だから 9x 事乗、 3x とマイナス2をかけて2倍だからマイナス 12x ですよね。でマイナス2の事乗だから4だ。最後6番だから3分の 2x プラス6の事乗でしょ。はい、3分の 2x 事乗だからこれ9分の 4x 事乗でしょ。で3分の2と6をかけて2倍すればいいんでしょ。だから3と6で約分できるか、ここは2に変わりますよね。で2と2でもうほらこれとこれかけて2倍だから 8x、 最後6の事乗だから36。だからこのカッコ1からカッコ6なんてこんなの10秒以内ババーンと見た瞬間ね、 手より先にね、あの答えが出ちゃうぐらいにやんなきゃいけないんだと。2、3が6とかね、5、8、10とかね、パッと見た瞬間にこれが言えるようにしなきゃいけない。だから皆さん、9ページですね。ですだからこれも例えばね、もうカッコ1、問い6なんて奇数番号だけ見たときにカッコ1からね、13579がさ、 x 事乗プラス 4x プラス 4x 事乗マイナス 10x プラス 25x 事乗プラス 8x プラス 16x 事乗マイナス 16x プラス 64x 事乗プラス 18x プラス81とか、もうさ、もうさーってもうそのが言えるようにならなきゃいけないわけだから、そこはもう今の説明で同じなので、一番いいのはこう皆さん答えを右側に書くじゃない。でそれが、模範解答の方と見て一致してたらば、今度は自分で紙をね貼ってこうずらしてこうやって見ていくというような練習をしていくといいと思うんですね。よろしいでしょうか。だからここは私がやってもただのなんか句が全部言えますよっていうぐらいのなんかレベルの話になっちゃうので、ここはやりたくないんですが、でじゃあそこでですね、問8だけやろうかな。問8の1、3、5だけやろうかな。これ文字が2つ入ってますからね。問8。だからこれはもう皆さんがやっていただくしかないんですね。私がここでいくらやったってもう皆さんの実力が上がるわけではないので。問9、P9 ですね。はい。括弧1。X マイナス Y の事乗ですね。文字やっても同じです。はい。X の先頭の事乗。かけて2倍だからマイナス 2XY、 マイナス Y 乗だからプラス Y 乗、ね、文字も文字でも数字と同じ、3X プラス Y ですよね、はい、9X 乗かけて2倍、 6XY プラス Y 乗、よろしいでしょうか。問5、2x マイナス 3y の事乗でしょ。4x 事乗ですね。
かけるとマイナス 6x は2倍するから 12, マイナス 12x ですね。でマイナス 3y の10だから 9y10 とか6倍とかにしないでくださいね。ここが2だから2倍するのかなってこう6倍10する子たまにいます。なんか勘違いした。よろしいでしょうか。文字も数字ですか。韓国ですね。問い記号も同じなんですね。分数だったってこれ、例題の方の括弧6と全く同じなので、そういうわけでですね、除法の展開公式のまず12乗の展開はとにかく皆さん練習してさーっと九九と同じように入れるように、九九を全部さーって入れてもかっこよくないでしょ。だから私がこう全部バーってやったってそのぐらいに再編恥ずかしいだけのことなので、ここは皆さん練習してください。よろしいでしょうか。じゃあ回答を書いて次に紙で隠してね、こうずらしていってさチェックするっていう練習した方がいいと思いますね。よろしいでしょうか。じゃあ次10ページをご覧になってください。でここではですね、で乗法の展開公式は3パターンがあるんですね。今2乗のパターンになりました。今は、A プラス B という、まあ、プラスマイナスにしようかな。このまず公式1をやりました。で今度はね、公式まあここにこれは1と2って2つ入っているのか、1と2って2つカウントしちゃったんですね。でも実はこれで1つなんですね。これで1つでした。で3と書いてありますけど、まあ実際これ2つ目で、x プラス a このパターンですね。どういうことかっていうと、今までは今ね x プラス 2x プラス5ってあった時にさ、これ分配しかできなかったじゃないですか。 x 次乗でしょ、プラス 5x ですよね。で次にプラス 2x でプラス10という、こういう形でしか今までは我々は計算できなかったですよね。けどもほら頭は動かないわけじゃない。ほら頭動いてなくてこの右側だけが違ってるんだから、じゃあ頭だけ固定しといて右側が違うような掛け算でも何か一般性はないかなっていう形で文字 AB と置いたわけなんですよ。そうするとこれ展開するとね、はい、X まず分配でね X でしょ、 BX ですよね。次プラス AX でしょ、次 AB でしょ。ということは X 次乗ってこれ同類項ですよ、同類項です。 X が等しいでしょ、だから A プラス BX でプラス AB だ。そうすると何が言えるかというと、頭が等しくてね、で右側が違う場合はまず頭の次乗ね、あと右側同士を足したものにこの X をかけて、頭 X をかけておいてあげる。で最後は右側同士の掛け算があった。そうすると X マイナス 2X プラス7とかするじゃん。そうすると頭等しいからもう2かけなきゃいけないから、もう事情なんで決まってますよね。次にマイナス2と7足してあげればいいんだと5でしょ。でこの X をかければいいんだから 5X で、最後は数字同士右側同士の積だからマイナス1になったというふうにあっという間に解けちゃうんだ。だからこのようにこの頭が等しいで右側同士が違う場合っていうのは、まず頭の次乗で右側同士の和にこの頭をかけといてあげる。で最後は右側同士の掛け算で、あ、一気に展開できるんだということが分かるわけですね。でここでちょっとやっぱり話した方がいいですね。なぜこんなことをやらなきゃいけないか、二次方程式を解かなきゃいけないからってさっきお話しましたけども、例えばねこの問題でもいいんですよ。x 次乗プラス 5x マイナス 10x イコール0、こういうのを二次方程式と言います。まだ先の話です。で二次方程式どういうことかというと、この x ね、この x にどういう数を代入すればこの式が0になりますかってことです。これが0になるような x の値を求めてくださいというのは二次方程式を解く。でこれ
見つかんないでしょ。1を入れたってダメだし、2を入れたらどうかな、3を入れたらどうかなっていうやるしか方法ないけども、しかしもしこれがさ2つの何かの掛け算っていう形になったら、こっちが0かこっちが0であれば、例えば A×B が0である、そしたら A が0かまたは B が0じゃない、0であるのは確かでしょ。じゃあそうしたときに、よいしょ、今この x 以上マイナス 5x マイナス14が何かの2つの掛け算で表現できたらば、あ、こっちが0だな、もしくはこっちが0だな。そうすると実はこれの元の形っていうのはこれでしょ、 x マイナス 2x プラス7、ね、元の形に戻る。そしたらばこっちが0になるっていうのは暗算で x が2のときに決まってますよね。x に言えば0になる。でこっちは x にマイナス7を言えば0になります。あ、ということはこの x には2とまたはマイナス7を入れれば0になるから、この方程式を満たす答えは2とマイナス7なんだな。だからこの状態からさマイナス7見つけるの絶対難しいと思うんですね。すごい天才じゃないけど、これがこの掛け算の形に直ってれば、でこういうの掛け算になってでしょ、こう見えない掛け算、あ、そしたらこれが x が2の時は0になる、 x がマイナス7の時は0になる。なるほど。だそのためにはこの形をこっちに直すの、こういうのを因数分解って言います。いわゆる多項式を掛け算の形に直す、単項式多項式を因数分解、掛け算に直すことを因数分解って言うんですけど、実はですねこっちからこっちにやるにはどうしたらいいかっていうと、実はその元の方ですね、括弧を展開した時の規則性が分かるからこそ元に戻れるわけ。こっちにこう展開する規則性が分かってるから、逆にその規則性の逆をやれば元に戻るわけでしょ。だからそういう意味でまずこの、この3番のこの特にこれは利用度が高いんですけど、この、 展開公式っていうのをしっかりと、ね、この結果はもう途中式から理屈は分かってるわけですから、この結果をしっかり覚える、で結果を覚えるとどう覚えるかっていうと、しつこいようですけど、この場合右側同士が違う場合はまず頭の事情で、右側同士を足したものに頭をかけたものが真ん中に来る、で最後は右側同士かけたものがこれなんだと、というようにこの規則性が分かってれば、ここからここっていうのは見やすくなってくるんですね。よろしいでしょうか。でどうして見やすくなるかっていうのは因数分解のところでお話ししますから、とにかく我々は実は展開するのが目的ではなくて、このバラバラな多項式をこの元の状態に戻すっていうことを したいわけだ。そのためにはバラバラにする仕方が分かっているからこそ元に戻せるわけですから、そういう意味で両方の展開公式っていうのはしっかりと覚えなきゃいけないんですね。よろしいですかね。もう少し話すといくらでも話しちゃうんですけど、なくなっちゃいます。だから我々の最終目標はバラバラの式を元の掛け算の式に直す、そのためにはバラバラの仕方が分かってるからこそ元に戻せる。だから今はこのバラバラにするですね、展開公式をしっかりと覚えて、この式がどういう、意味合いを持っているのか、ここに来るにはどういう計算をすれば真ん中の項が出るのか、ね、その辺を一回しっかりと理解してほしい。よろしいでしょうか、うん、だからそのためにはもう私がやるよりも皆さんにやってもらって間違ってもらうしかないのでね。さあそうするといいですか、例題いきますね。括弧1、あ、この x プラス a x プラス b は x 以上プラス括弧 a プラス bx、 もう職員室に行って何回もこれ言わされた記憶、今でもこの年になって出てくる、思い起こさせるまでありますよね。職員室の廊下の前にみんな並んでてさ、順番にお前言えたとか言ったみだったって言ってさ、懐かしいですね。はい、そうすると x プラス 2x プラス3、はい、いいですか。まず頭が左側同士としてこう確認してください。必ずこれ違ってたら使えません。こっち 2x でこっちが 3x とかだったらダメなのね。xx とは 2x2x と同じわけにはいけません。で右側同士はどうでも構わない、違ってた。そうするとこれは、はい、まず頭の事情でしょ。で右側同士足したものに頭をかけるんだから 5x ですよね。
で次に右側どうしかければいいか6なんだですか、ね、上と同じですよね。 x プラス 7x マイナス4、はい、頭等しい。だからまず x の2乗です。次7とマイナス4足すと3です。だから 3x です。7とマイナス4、マイナス4728です、ね、3番 x マイナス 9x プラス5、はい、頭等しいでしょ。だから x 2乗になります。マイナス9と5足すとマイナス4だからマイナス 4x、 マイナス9と5かけるからマイナス45。4番 x マイナス 1x マイナス7、ね、頭等しいからまず x 2乗、マイナス1とマイナス7を足すとマイナス8だからマイナス 8x、 マイナス1とマイナス7かけるからプラス7。5番、x プラス2分の1、x プラス2分の3だと。はい、頭等しいですよね。だから x 2乗です。2分の1と2分の3足すと2分の4。だから2ですね。だから 2x。2分の1と2分の3かけるから4分の3。ね、どうでしょうか。6番、2x プラス1。2x マイナス3、はい、見てください。頭は等しければいい。これ 2x でしょ、こっちも 2x だから等しいからいいんです。だからまず 2x を2乗するから 4x でしょ。で次にプラス1とマイナス3を足したものに頭をかけてあげればいいでしょ。だから足すとマイナス2だからマイナス 4x で1とマイナス3かけるからマイナス3、よろしいでしょうか。だから最初に皆さんは逆にこっちからこっちが見えるようにしなきゃいけないですね。その見方、あの直し方、因数分解って言うんですけど、それ因数分解のところでどうすればより素早くこっちに戻せるかってお話はしますから、とにかくそれは分解するね、この過程の流れが分かっていないと逆のいくらポイントを話してもピンときませんので、ですから真ん中の方は右側同士を足して頭をかけたものが来る。頭はいつに x は係数が1ではないんで、 2x って言えば 3x でもいいです、分数でもいいですね。等しければこの公式が使えるんだってことをしっかりと理解してください。そうすると、11ページ、これもそうですね、もうひたすらやってくださいね、同じなんで。これもだ問い10なんかね、13579なんて x 乗プラス 3x プラス 2x 乗プラス 10x プラス 21x 乗プラス 9x プラス8段バーってやったって、なんか九九を全部言って俺すごいだろっていうぐらいのレベルになっちゃうので、皆さんそのぐらいの速さだからね。例えば昔ですね、僕が塾で教えてる時、中学校3年生の子、最後9時半からの授業だったかな、9時半から10時半前の授業で50問っていうのをもう5枚ぐらい作って、そのうちのまあ適当に1枚ポンってやって1分以内で言えなかったら帰らせないっていう、私も若かったんで12時過ぎぐらい前に、午前12時過ぎに残された子いましたね。でその子あの先ほど因数分解の時言ったらすごく楽でも授業中すごい優越感を出しちゃって、それから俺って数学できるのかなってなんか勘違いして、けどその後ちゃんと中高3まで教えて薬学部行って今薬剤師やってますけどね、昔勉強全くできなかったとして、ね、今でも俺数学が得意なんだみたいな顔してますけど、30過ぎで。けどみんなそうやってね、あの基本的なことをしっかりと努力したからこそ結果が出るのでね、愚直に皆さんなさってください、うん、ね。ということで、ごめんなさい、荒いですけど、ああ、けどやろうか。例えばさ、問い11ね、ごめんね。問い11、文字が入ってるでしょ。だからこれだけやっていきましょうか。問い11、括弧1、x プラス y。奇数番号だけね、x プラス 2y。はい、x 2乗でしょ。頭等しいですよね。で次は何かっていうか、右側同士足すんでしょ。3y ですよね。それに頭かけるから 3x y で、右側同士の掛け算だから 2y ですね。3番 x プラス 5y x プラス 2y、 そうすると、はい、頭等しいです。これ全部ですよ。 x 2乗
で 5y と 2y 足すから 7y でしょ。それ x かけるか 7xy。 それ 5y と 2y かけますから 10y でしょ。ね、もう一個だけやっとく。5番ね、うん、x プラス 6y x マイナス 7y ですよね。はい、頭等しいチェックです。だからまず x でしょ。で 6y とマイナス 7y 足すとマイナス y だからマイナス xy で、マイナスとプラスだからマイナスで 6742y 以上になったってね。よろしいでしょうか。まあ問い12はまあね、問い6、例題の括弧6と問い12同じなんでね。ということで、ここから皆さんがひたすらやるしかありません。だからか答え書くでしょ。で正しい答えを書いて、もう隠してさ、こう見ていって、口でさささって言えるように、よろしいでしょうか。ここは言えないと後々につらくなりますからね。よろしいでしょうかね。ではこれで11ページまで終わりですね。で最後ので、一応これが2つ目の公式なんですね。で最後3つ目の公式、これは、特に名前がついてます。12ページ、和と差の積。これは高校数学行っても和と差の積っていう言葉よく出てきます。だからちょっと変えてきます。で皆さん、和と差の積って言われた瞬間に、この公式を思い出していただかないといけません。よろしいですか。和と差の積です。これずっとついてまいりますよ、この言葉はね、高校行ってもね。ですごくこれ、役に立つんで。平方根のところで役に立ちますので、ね、でどういうことかというと、 A プラス B、 A マイナス B、 別にこれ掛け算は交換法則成り立ちますから、 A これでも別に問題ないんですよ。実際ではこういう形がいっぱい出てきますから。ただこれが一応ね、和と差ね、和でしょ、これ差でしょ。でこの間に掛け算が入ってるのね。でこれが和でしょ、でこれが差でしょ。だから和と差の積って言われたら A プラス B、 A マイナス B くらいって言って、頭同じなのね、お尻同じなの、お尻って右が同じなの。ただ符号が逆なの、符号が逆なのね。頭一緒でしょ、お尻一緒でしょ。ただ符号が逆なの。でこれ和と差の積と言って、これは大変便利なんですね。でどうなるか一応導いておきましょう。 A たす B、 A マイナスで、どうでしょうか、はい、A 字横に書いた方がいいかな。そうすると分配やってみましょうか。 A 字上ですよね。 A 字上、次マイナス AB、 でこれもアルファベット順にしておきましょうね。 B かける A だからこれ AB としましょうか。プラス AB ですよね。でプラス B とマイナス B だからマイナス B、そうすると同類項の計算がスパッと消えるんですよ。そうすると A 次乗マイナス B 次乗ということは X プラス 4X マイナス4というのはもしあったらば、ほら頭同じでしょ、お尻同じでしょ、符号が逆でしょ。ということは頭の次乗からお尻の次乗を引いておいてあげる。 X 次乗引く14の次乗は16ですからね。というようにこの和と差の積っていうのは大変便利っていう、一番覚えやすいんですけども、で今後一番利用度が高いですね。ちょっと難しくなるとこれがよく出てきますからね。よろしいでしょうか。あんまり話しても通じないと、分母の有理化とか数学通算になると分子の有理化とか言ってね、平方根を外すときにこの和と差の積の公式をよく使うんですね。これは一番単純そうで覚えやすいんだけど、一番利用度が高いというかね、よくこの和と差の積っていう言葉、これはずっとついてまいりますから覚えてください。和と差の積って言われたらこれをすぐ思い出してくださいね。よろしいでしょうかね。そこで、例題いきましょう。例題括弧1、 x プラス 1x マイナス1、はい、頭同じ、お尻同じ、ただ符号が逆転してますから x 次乗マイナス1、 1の次乗は1ですからね。2番、 2a プラス3、うん、2a マイナス3、はい、頭お尻同じでしょ、ただ符号逆ですよね、だから和と差の積です。だから 4a 次乗マイナス9になります。よろしいでしょうか。
3番 A-3/2 A+3/2 わざと入れ替えました。でも頭同じでしょ、お尻お尻同じで符号逆転でしょ。だから和と様積で A^-9/4ね、4番2/1x-5 2/1x+5 ね、はい、頭一緒でしょ、お尻を後ろ、符号が逆転してます。だから和と様積ですから4/1x^2-25だ。5番、うん、5番もそうですね。たまにこういういやらしいのが出てきます。いやらしいのが出てくるんですね。別に頭に数字が来てもいいです。頭同じでしょ、お尻お尻同じ、符号逆でしょ。だから和と差の積だから 16-x^2 って書けばいいだけの話です。よろしいでしょうか。ここ書ける。6番、A+2 A-2 ですね。これもいいですね。はい、頭一緒、お尻を尻一緒でしょ。で、符号が逆、和と差の積ですね。だから A^2-4。もうとにかく頭に文字数字が来たっていいんですね。頭、お尻等しくて符号が逆転してれば全て和と差の積になるんだと思います。そうするとですね、もう問い13なんかこれを見てすぐ皆さん答え出ますよね。問い13なんか1357x^-4x^-49x^-16x^-36、まあそんな感じですよね。でここでね、一つ覚えてください。ごめんなさい、うん、ここはもう覚えてもらわなきゃいけないんですけど、12ページの右下にさ、あの網のグレー の補足の2ってありますよね。以下の事情の値を覚えておいてください。いわゆる11から16枚の事情、あの本当は15枚の事情でもいいんですけど、16も時々出てきますから、できたら16枚で覚えておいた方がいいですね。まあ11から15まで覚えてれば問題ないんですけども、だ11121121144131691414196、だから13の場合なん、13と14って10の位と1の位入れ替わってますからね。だから覚えやすいですね。で15もは225、なんかそんな感じするじゃないですか。5525で100の位を2倍しとけばいいかなっていう感じでね。で16は256、なんか覚えやすいでしょ。でこれ普通に掛け算すればこの答えになりますから、ただ11から最低15までは絶対覚えておいてください、ね、僕の時代は15まで覚えておきなさいって言われたんですけど、最近16まで覚えておけっていうふうになんか言われてるみたいですが、これを覚えておくとすごく便利です。よく出てくる数字なのでね、よろしいでしょうか。 あと2の10乗、1024、あこれごめんなさい、これ高校だ。2の10乗1024も覚えておくといいんですけども、まあ、なんでいくつか覚えておかなきゃいけないっていう数があるのでね、よろしいでしょうか。そうするとどうでしょうかな。だから問い14なんかはそうですよね。12の事情、15の事情、11から16枚の事情を要求してますでしょ。例えばだからどうしよう、例えば、カッコ7なんかさ、問い14のカッコ7ね、だから3分の2x でしょ。頭がお尻が1212で符号逆だから和と差の積だから、これ9分の 4x^-144 とかすぐ言えなきゃいけないわけ。カッコ6なんか x^-196 ってすぐ言えなきゃいけないですね。ここから言えなきゃいけないので、ここは皆さん練習なさってください。そこでですね、問い16ご覧になっていただきます。ただ問い16はちょっといやらしいんです。でこれは慣れてないとすぐ見えないので、一応問い16の、1、3、5だけ説明しておきます。で -x+4 -x-4、 なんかこれ一見違うように見えちゃうんですけど、あのね、慣れてきゃいいんですけど、まだ慣れてないんで、皆様 -x-、 頭一緒でしょ。頭一緒でお尻も4一緒でしょ。で符号が逆でしょ。でこれだから、これはもう和と差の積使えるから、マイナス x の事情、これまあ丁寧に書くこうなんですけど、
もう皆さんいいと思うんで、マイナス x 乗したらプラス x 乗になりますから、もう x 乗でしょ。で4の次乗引けばいいんだから16になるんだ。なんか一見違うようだけど、さっきいつもずっとやってる、頭が同じだったらいいんです。よろしいでしょう。マイナスがついているが頭が一緒だったらいいんですね。3番で見てます。 2x プラス1、こういうのを出すのは性格悪いんですけど、出す人いるのは一応見せて、これ和藤さんの席なんです。なぜかっていうと、これ足し算って交換法則大事でしょ。だこれって実は1+2x1-2x でしょ。でも頭の中でこの1と 2x こういうふうにこっちに入れ替えて、あ、1-4x 乗だってもう言えるぐらいに皆さん練習してください。よろしいですか。よく出てきますけど、実践でね、問題やってるうちにこんなの出てきますけど、自分で、あ、入れ替えなきゃ、ね、頭一緒でしょ、お尻一緒、符号逆でしょ。だからそういうのをパッと見て分かるようになってください。次、だからカッコ5なんかもそうなんですね。カッコ5、こんなの公式が使えそうな気がしてしません。けどもこれが、あ、和藤さんの席だなって見えるぐらい皆さん練習してください。これは練習しかありません。こっちが入れ替えればいいです。-8x+1 でしょ。これ見てください。頭一緒でしょ。-8x-8x、 お尻11、符号逆でしょ。和藤さんの席-8x 乗すると 64x 乗、1の次乗だから引く1。だからこのように一見違うようでも、頭お尻が等しくて、その間は異符号であれば和藤さんの席が使えるんだって、なんかパッと見えるぐらい、あと11から16枚の次乗がさっと言えるぐらいに皆さん練習してください。ですか。よろしいでしょうかね。でそこまで今は、まあ、私 のお願いしたことを守ってくれたっていう前提で、皆さん14ページ15ページご覧になってみてください。右半分を紙、そういう17、右半分を紙で隠し、左の展開式を口で言いつつ、ずらしながら答えを確認してください。で1から19、目標時間45秒で、最低目標時間60秒ですね、まあ、60秒ぐらいで言えれば、まあ、一応、ただやっぱり45秒ぐらいで、で、私はだいぶ原因ずれて、まあ、外れてるんですけど、私1回やってみたらこれ20秒ぐらいで言いましたので、だからこういう目標を持つといいと思うんですね。いいですか、ね、だから問18もそうです。だからいろんな3つの公式を いろいろとまばらに入れましたのでね。だから今までやったところをしっかりと言えるようになった、よしじゃあちょっと試してみようっていうので、問17、問18でちょっと力試しをしてみてください。これが本当に言えたら、そうですね、もう最初からもう60秒で言えちゃったらもう卒業ですからね。こんなのよろしいですか。ですかね。という形で、問14、あ、問15、14ページ、15ページは皆さんが本当に真面目に言うことを聞いてくれたかどうかをこれで確認してみてください。よろしいですかね。で、次16、17見てください。ページ数ですね。で、問19、虫食いですね。で、これはだから、よいしょ、本当に、14ページ、15ページのこの時間の制約が本当にクリアした人にとっては、こんなものはもうちょろいんですね。は何かというと、その展開の仕組みが分かっているから、どういうことかというと、問19ですね。カッコ1 x プラスあの次乗でしょが x 次乗プラス1 x プラス49、いわゆるこの展開の仕組みが分かっていれば、この49はどこから出てくるかというと、このお尻の次乗しかないから、あの次乗して49になる数があに入るから、もう 7が入るしかないわけじゃないですか。7、7、49で、でそしてあとはここは真ん中は何かって言ったらば、中の数をかけて2倍したものだから2、7、14、だから14が入る。だからその繰り返しね、もう最後はもうなんかもう本当くのにもう何も考えずにさーっと見た瞬間は x プラス7が x 乗プラス 14x プラス49って見えるぐらいになってれば、
あ、49なんだ、7入るしかないから当然これ14だなっていうように、九が言えたらばそのぐらいですよね。三七って時にもう12出るでしょ。五七35って何も考えてますよね。だそのぐらいまでやるとこの虫食いっていうのはもうくだらなくなってくるんだ。だから括弧にもそうですよね。 x マイナス、もうちょっと四角にしておきますね。で x 二乗プラス四角 x マイナス28でしょ。そうするとこのマイナス28はどこから出てくるかっていうと、このお尻同士の掛け算だったでしょ。そうすると四七28じゃないですか。だから4入るしかないでしょ。でこのこれは x プラス a、x プラス b の展開公式のパターンですから、マイナス4と7を足すしかないから3入るしかないんだという感じで、この問題っていうのは、公式をちゃんと理解できてからやる問題なんですね。だから3番なんか、ちょっと皆さん口で説明してよろしいですかね。3番なんかは、右辺がプラス3だから、おとマイナスおとマイナス3をかけたらプラス3になるんだから、おは 1しか入んないでしょ。とマイナス1とマイナス3を足すとマイナス4だから、かは4にしかならないと。括弧4というのは、はい、頭同士 x プラスき x マイナスくだから、まあ、X 乗あるから、キとクというのは同じ数が入ると。事乗して64になる数は8しかないから、キ、クは8しかないということですよね。次。今度は、5番はちょっと書きましょうか。5番はね。5番は、X プラス9。だこれを皆さん、公式をもう完全にマスターしてるっていう人の前提の解説ですからね。いいですか。そうすると今回はどこが出てくるかって、ほら個がないからね。だから9と何をかけていいか分かんないんですけど、足して6でしょ。これプラス9とこのマイナス k を足すとプラス6になるんだから、 k は3しかないじゃん、ね、マイナス3足す9をプラス6だから、とマイナス3って分かったから3く20した、もう27入る。いうようにどこが空いてても公式さえ分かっていれば何も怖くないんだ。カッコ6なんかもそうですよね。 x マイナス差カッコの2乗でしょ。で右辺を見るとお尻が4分の9っていうことは、差の2乗が4分の9だから、差は2分の9にしか、はい、差は2分の9しか入らないでしょ。だからこの公式が分かってない人にこの説明をしても何言ってるか分からないですから、ですからこのぐらいだから覚えなきゃいけない公式はしっかりとね、事乗でしょ。だから3と事乗すると4分の9になるんだから、差はこれは2分の9しかありえないじゃないですか。で事乗だから、事乗っていうのは中のこの2つをかけたものを2倍するんだから、2倍すると分母外れるでしょ。だからここは9にしかないというふうになるんですね。という感じで、さあそうすると、残りは公立高校の入試問題ですね。演習3、これは皆さんに自分になさってください、うんね、で演習4でですね、皆さんが間違いそうなのだけを、だから、ですね、演習4のカッコ3のカッコ6だけやります、神奈川と和歌山ですね。でこれはいつだっけ、最初の講義の時かな、お話ししたと思うんですけど、それ手を抜かないってことです。演習、皆さん絶対手を抜いちゃいけません。いいですか。演習4、演習4ですね。カッコ3 x プラス1の集、ね、どういうことかっていうと、はい、まずここですよね。ここは x 乗プラス 2x プラス1ってすぐ出ないといけません。でここです、ほら掛け算先頭マイナスでしょ。時は括弧をつけた状態で括弧を外すんだって、この1行を皆さん手を抜いちゃうのでね、省いてしまうので、はい、これは x プラス a、 x プラス b のパターンですから、 x 乗プラス 5x マイナス6 で、この1行を
ね、この括弧を外した式で、その時必ずチェック入れるんですよ。マイナスとプラスで OK でね、マイナスとプラスで OK、 マイナスとマイプラスで OK 入れてください、必ずね。というか入れた方がいいと思います。と、はい、きれいに汚す、ね、OK だから消していいです。とこれとこれ、同類項ですね。だマイナス 3X で、1と6でプラス7ということで、このようにやればいいんだってことですね。それと括弧をやんなくてもいいかな。和解も全く同じです。とにかくこれですね、ある時展開するときはまず括弧をつけた状態で展開してください。よろしいでしょうか。あとは皆さんの努力次第ですね。とにかく括弧と同じように言えるまでやらないとここは意味がないので、いいですか。5735でダメなんですね。よろしいでしょうかね。では一応これで情報の展開公式についての基本は終わりにしたい。